ピエール・ハーベイはカナダのスポーツ選手。カナダの男子スポーツ選手として初めて夏季五輪と冬季五輪に出場した。ケベック州リムースキー生まれ。1979年のカナダ冬季競技大会のクロスカントリースキーで3個のメダルを獲得した。最初は1976年のモントリオール五輪に自転車選手として出場したが、 個人ロードレースで24位に終わった。1978年にエドモントンで行われたコモンウェルスゲームズではロードレースで銀メダルを獲得している。1982年から1988年まではクロスカントリースキーの選手として活動し、最高成績としては1982年オースロで行われたノルディックスキー世界選手権の1 5トルで16位を 獲得した。1988年のホルメンコーレンスキー、大会の5 0トルでの勝利など通算で合計3勝を獲得した。2010年現在、その名誉ある大会の競技で勝ったことのある唯一のカナダ人である。1984年のロサンゼルス五輪の自転車ロードレースでの彼の仕事は、銀メダリストとなったチームメイトのスティーブ・バワーの ウィンドブレーカーをすることであった。1988年のカルガリー冬季五輪では選手宣誓を行い、クロスカントリースキー3 0トルでは14位となった。1987年ノルウェーで行われた名誉ある5 4トルビルケバイナーレネットで優勝。これはスカンジナビア人以外では初めてであった。1988年にカナダ勲章を授けられた。 1992年にはカナダスキー殿動、2006年にはカナダ自転車殿動にそれぞれ入った。2011年にはケベック国家勲章ナイトを授けられた。2014年にはカナダスポーツ殿動入りを果たした。息子のアレックス・ハーベイは2010年バンクーバー、五輪と2014年ソチ五輪でクロスカントリースキーのカナダ代表を率いた。ありがとうございます。